いらっしゃいませ。当店では最低でもセット料金6,000円、また別途指名料2000円が加わります。ご指名はいかがいたしましょう。空ですね。少々お待ちください。いらっしゃいませ。また来てくれて嬉しいです。こちらです。別にいいですけど。ちなみに桐生さん、パンツは何派ですか？何？ああ、トランクスとかブリーフとかそういうことか？はい、そうです。そうだな、俺は。葉っぱ一枚あればいい。個性的すぎませんかね。エコでいいとは思いますけど。キリュウさんのいいおつまみになれて幸いです。麺類が好きですね。特にラーメンや春雨が大好きです。悲しいですね。でもきっとその方は今頃桐生さんに思い出してもらえて天国で喜んでると思いますよ。35ぐらいですか？何言ってんだ、40はとうに超えてるぞ。本当ですか？全然そんな風に見えないです。その若さを保つ秘訣とかってあるんですか？俺が欠かさずやっていることといえば、毎日喧嘩に明け暮れることくらいか。じゃあ私も明日から。おいおい、やめておけ。ムフフのお店って何ですか？それはだな、その世の男たちの憩いの場というか、その中には女にナースや警官の格好をしてもらったりしてたな。あ、コスプレのことですか？何？ムフフのお店ってコスプレショップのことなんですね。それなら任せてください。今度一緒にコスプレショップを案内してあげますね。ああ。そろそろお時間。ごゆっくりどうぞ。わあ、桐生さん太っ腹ですね。なんだかアニメの主人公みたいでかっこいいですね。そろそろお時間となりますが、ごゆっくりどうぞ。会社の社長さんだったんですか？やり手ですね。そうなんですか。通りで引き締まってて素敵な体してるなって思ってました。桐生さん、今日はありがとうございました。よければまた来てくださいね。